サンジャースレン議員を言うんは、モンゴル国の政治家、市民のゾリク議長。2012年から環境、緑化大臣。1998年から国民大会議議員。2007年から2008年まで外務大臣を務めている。モンゴル民主化運動で中心的な役割を果たしたサンジャースレン議員ゾリクは、2位。ウランバートル出身。1964年。 ウランバートルに、父サンジャースレン、母・ドルジパラムの三人兄弟姉妹の罰子として、生まれる。長兄は、日本の国立民族学博物館外国人、研究員教授などを務めたサンジャースレン議員バヤラー。次兄は、サンジャースレン議員ゾリク。父・サンジャースレーンは、医科大学の教授で、ブリアート系である。母、ドルジパラムは、父と結婚する前は、 モンゴルでも知られた映画女優であった。母の父アンドレー・ドミトリエ・ベチ・シムコフは地理学者で、ロシアの地理学者、探検家であり、聖火のカラホト遺跡の発見者として知られる、ピョートル・コズロフの探検隊に加わり、ロシアからモンゴルに来たと言われている。この祖父は、モンゴル人民共和国の独裁者ホルロー議員、チョイバルさんが行った大粛清の犠牲になり、ドルジパラムは、 となった1987年、チェコスロバキアのプラハカレル大学卒。専攻は、地理学。大学卒業は多国籍資源企業リオティントに入社し、セレンゲ県やヘンティー県で地理学の知識を活かして働いた後、ハーバード大学から地理学博士号を得る。1998年、兄が殺害されたのを契機に、正解入り。 兄の選挙区であり、東ンジャース連の故郷でもある、ドルノド県の補欠選挙で当選した。2003年には、市民のゾリクを結成した。2004年、国民大会議副議長。2007年、外務大臣を歴任した。2008年、国民大会議員,議員選挙では、市民のゾリク党唯一の候補として、一議席を支出した。2012年から、環境、緑化大臣。 政治活動以外でも2006年世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーに選出された。以来、ユーグルコミュニティに活発に参加している。オユンは、冒険の名を冠したゾリグ財団の会長である。ゾリグ財団は民主主義的価値、人権の尊重、政府の市民に対する透明性や説明責任の改善などを目的に設立された非営利団体である。 財団は、青年教育、自治、コミュニティの建設などの3分野を重視し、過去10年間で1000人以上のモンゴル人大学生に、奨学金を配布している。このほか、モンゴル地理協会理事長、モンゴルダウン症協会議長などの公職も務めている。ロシア語、英語及び、チェコ語に堪能である。私生活では、夫との間に、密語がいる。ロッサビ。 サンゾリクの英語版記事の脚中より、オユンの英語版記事によれば、モンゴル国立大学哲学部長、モンゴル教育省次官を歴任していると記述されている。客員研究員の紹介、国立民族学博物館、2013年10月19日閲覧。では、ドルジパラムが医師で、医学生時代に、モンゴル映画、目覚めに出演しているとされる。コーン。 39、現代モンゴル瞑想するグローバリゼーション P124 モリス・ロッサビチョ、小長屋秋寛役、小林志保役赤史書店2007年7月31日、初版第一冊英語では、ミニスター・オブ・エンバイロメントグリーン・デベロップメント。ありがとうございます。